ション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。またラジオ感覚で聞いていただければこれ幸いでございます。本日朝方ツイッターにてアンケートを投げております。多くのご回答をいただきまして誠にありがとうございます。アンケート内容は同じエリアでほぼ同じ立地同じ設備仕様だった場合、55平米の新築マンション5000万円と70平米築10年の中古マンション5000万円どちらを買いますかというものです。で、現段階では2割弱が新築、8割強が中古となっております。で、こちらについてリセールバリュー10年後どうなるんでしょうかというご質問をですねいくつかいただきましたのでこちらでご回答いたします。まあ、10年後のことは、まあ、分からないです。分かりませんでございます。ただですね、私なりの、見解を述べさせていただければと思います。10年後のリセールバリューに関しては新築マンションの価格が大きく影響すると思います。2020年今時点新築マンション55平米が5000万円70平米築10年5000万円これの10年後のリセールバリュー、例えば10年後の新築マンションが70平米6000万円、まあ、今とそれほど変わらない価格だった場合に関しては55平米5000万円で買っていたとしてもですね大きくは下がらないでしょう。70平米が6000万円の新築が出てるエリアに築10年の55平米があれば4000万後半なりで動く可能性がありますよね。これが仮にですね10年後70平米が4000万円で買える時代が来ていたらどうでしょうか。2030年新築マンション70平米4000万円その時に10年前に55平米5000万円で買ったマンションはどうなっているか、少なくともはっきり言えることとしては4000万円以下ですよね。70平米が4000万円で買えるエリアで築10年55平米4000万円を出す意味はないですよね。ただこれが3000万前半とか3000半ばになってくるとですねしっかりと占有面積と築年数の差ができますので動くとは思います。なので10年後もし新築マンションの価格が大きく下がっているとかなりダメージは大きいです。今と同じくらいであれば値下がり率は低いでしょうし、もっともっと上がっていれば買った値段それ以上で動くでしょう。まあ、ただ10年後わからないですね。もし10年後下がると予想しつつも今買わなければいけない、そういった方はですね10年後に伸びてる街で買うといいと思います。例えばこれは一例でございますけども武蔵小杉あたりですね、あのあたり10年後新線が開通して新横浜まで1本で行けるようになります。今まで品川から東海道新幹線に乗っていた人がですね新横浜から乗るようになる、そういった方も増えるでしょう。そうすると東横線の人気がより高まります。そしてその間にある武蔵小杉ポテンシャルもですねもっと高まります。今ないものが10年後にある街、これはもし仮にマンション市況が下がったとしてもプラス材料があればですねおよそ600メートル先左方向リセールバリューに期待ができますよね。あくまでこれは一例でございますが、そういったエリアで買うとリスクが少ないと言えるのではないでしょうか。ということでワンナラに到着、まもなくですね、店舗の方に着きますので左方向この辺で失礼をいたします。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録、
ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。